総合的農九92編、全10巻。成立は、532年から549年頃世界農学史上最も早い農業専門書であり、中国に現存する最古で最も完全な農書である。カオモうは6世紀前半、西軍駅都県の人で、北魏のカヤ軍大使を務めた文人である。北魏までの農書の集大成とされ、 ハンカ雪書きや市民月料など、すでに散逸した、このお書の逸文を多く含む。全員十巻よりなり、記述は、穀物、野菜、果樹、草麻などの栽培法から、畜産関係や麹、酒、肥塩、酢、寒楽などの醸造法、食品加工法、外国の物産論に及ぶ。体系的で除術も厳密、精細である。 中国古代農学の発展に大きな影響を及ぼした。中国料理史でも不可欠な文献である。雑説部分には工人農家筆があるとされる。北魏時代は中世寒冷期に直面して農耕や牧畜の北限が南にずれて、河北の農耕民の武装難民化による江南移民とモンゴル高原などの牧畜民の河北移住が進行した。 五漢末から五個十六国時代までの戦乱を経た、下北の政治経済の安定期である。そのため、生民洋術に記されているのは、関代までの下北の、農耕社会の伝統に加え、北方の牧畜社会の技術や、食文化が大規模に移転された社会であった。こうして、生民洋術には、現在のモンゴルにおける、乳製品加工技術と酷似した。 様々な乳製品の製法が記されるなど、牧畜色の濃い記述が多く記されている。ありがとうございます。